推しがいたら応援なんか恋愛はいりませんみたいなあるけどさ、いやまあいや本当にそうならいいのよ、本当に心の底からそう思っているならばそれは全然いいし、なんかその気持ちは尊重するんだけど、いや無理しなくていいよくないって思うよね。週に何回とか会ってデートしたりとかさ、遊び行く連絡するとかあるじゃん。さ俺らにはできねえことだからさ、なんかその機会をなんか握りつぶすみたいなことあんましてほしくないんだよね。そのなんか推し活をしてて推し活にのめり込みすぎたが結果なんかそういうの逃しちゃったんだよねって後悔されるのマジで嫌だから、イレイソスの楽しいんやと思ってくれる、もうそれ以上の幸せは僕はないんすよ、ないんすけど、ヒクンがいるから恋愛できないんだみたいな、そういうのはなんか強要みたいな形であんましたくないですね。彼氏できたらいいじゃんみたいなね。でも彼氏できたけどたまにちょっとなんか配信覗いてみるとかさ、ライブ行ってみるとか、そういうのめっちゃ嬉しいから、そういう感じっすわ僕のスタンスはね、分かってねえライフと、好きは好きなわけみたいな、分かれよバカと。そういうオタクも可愛いなって思うよ俺は。ああいろんな人いるし、別に万人に当てはまるわけじゃないから俺の考え方が、そんなの分かってっから。ドド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 ド